こんにちは、ジールのタイガです。今回紹介するお車ですが、27年式のボクシーです。で、距離が4万6000キロの Z です。そちらの紹介をしていきたいと思います。で、お車がこちらです。ゼウスコンプリートです。で、今回はもう塗り分けもなんか真っ黒。あ、塗り分けなし。塗り分けなしです。なんで、まあこの辺も、まあ、グリルもちろんついてるんですけど、真っ黒になってます。で、下のフロントスポイラー、これも真っ黒です。あ、これはこれでいかついな。黒で統一されるとやっぱ締まって見えるんで。で、まあこのシーンのデイライトついてます。はい。やっぱりフロントのエアロがこうやってついてると、まあ、こうくるんで迫力はありますね。今後もサイドに行くんですけど、はい、エムズスピード製の今回2ピースの19インチのホイールになります。あ、2ピース。はい、ほんまやほんまや。で、今回も車高調、青色の車高調ついてます。あ、ほんまや。はい。で、そのまま行くと、はい、純正のセールセット。あ、サイドもきっちり、はい、ついてます。やっぱりもう真っ黒でも、そのなんていうんですか、フロントのスポイラーからサイド行ってリアまでがやっぱ綺麗にまっすぐ行ってるんで、かなり綺麗に見えます。確かに。はい、続いてリア周りなんですけど、はい、おなじみの全製のリアスポイラーついてます。で、さらに4本出しマフラーがついてます。はい、今回はちょっと出てる感じですね。あー、確かに。はい、おー、ちょっと出てる出てる。ちょっと迫力重視の感じになってます。うん、なるほど。これはここなんですけど、メッキのバックドアガーニッシュが装着されてます。あ、そうやんな。はい。あ、イメージ変わるな。はい、でここメッキが走って、こうメッキが来ることによって、なんかナンバープレートが映えるというか、うん、そんな感じに見えますね。で、今回もこれスモーク貼ってる。スモーク、はい、ギア5面貼ってます。貼ってるやんな。はい、これはドット対応のやつですね。はい、続いて内装なんですけど、お願いします。まずはナビからいきましょう。ナビ、はい、今回ですがアルパイン製の10型のナビ装着されてます。はい。で、今回、うん、ミラーのところを見ていただくと、あれ、なんか線ついてんな。またドライブレコーダー。今回は、まあ、フロントのみのタイプになるんですけど、お、なんか、はい、地球ドライブレコーダー装着されてます。あ、おー、なるほど、はい、ドライブレコーダー、ミラー一体型なんで、まあこの辺が結構スッキリするというか。あ、確かに。はい、もう他にもうガラスについてるわけじゃないんで。で、そのまま、うん、メーターの横行ってもらったら、はい、車種専用のドリンクホルダーついてます。あ、助手席にも、はい、両側ついてます。うん。で、センターから下に行ってもらうと、車種専用の USB ポートのシガーついてます。シガー2つある。はい、かなり便利です、それがあるだけで。で、今回 ZS やけど両側パワースライドドア、両側パワースライドはオプションについてます。はい。で、何よりもフラーマットまた綺麗です。うわ、ほんまや。もうこれまた4万6000キロには見えないです。そうやんな。はい、もう分かってんねん。シートカバーもついてる。あ、はい、バレました。うん、はい、シートカバーもついてます。ああ、はい。でも今回はフリップダウンモニターはついてないんですけど、うん、もちろん後付け可能です。はい。で、LED のルームランプもついてます。明るいやつついてます。明るいな。はい。内装はこんな感じですかね。はい。はい。以上が今回の車の紹介になります。はい。こちらの車ですが、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ一度そちらからご覧ください。はい。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。